小引山は北海道札幌市南区隅川にある山である。この山と周辺の森林は札幌建設の最初期に木材を供給した。低い丘で宅地造成によって削られている。標高102メートル。時計の山と付近の住民から言われている。小引山は札幌市営地下鉄自衛隊前駅の東に位置する。南北に細長い稜線の中の隆起で、 西に小人川、東に、もちづき寒川が、麓から少し離れて流れる。山の西側は、宅地造成によって大きく削られている。東側の麓には、札幌信用高等学校が、南東には、隅川公園がある。昔は、札幌信用高等学校の土地であり、スキー学習などに使われた。明治時代の初めに、札幌が、 北海道の主婦に定められた時、小曳山と周辺は、トドまが生える森であった。明治5年に開拓市は、寒避で、山の西のふもと、人川沿いに小曳小屋、伊子屋、見張り所、計4棟を建てさせた。開拓市による最初期の施設として、翌年完成した小曳小屋は、札幌建設のために木材を供給した。付近一帯は伐採のための管理に定められたが、 後に民間に払い下げられ、農地として開墾が進んだ。古くは山の北のふもとから小泉川という小川が流れ出て、4キロメートル北の美園で、もちづき寒川に注いでいたが、今では存在しない。20世紀後半に札幌の市街化の波が押し寄せ、頂上を除いて、学校と住宅地になった。ありがとうございます。